こんにちは。あ、こんばんはか。やっほーやっほー。そう、巻いた。なんかこの前巻いた時にさ、皆さんになんか寝癖って言われたから、今日頑張ったんですよ。でもちょっとボリューミー。あ、でも褒められる、やった。そう、尻尾があるんよ。デレンデレン、やった。あ、そうよ、前髪がバツンなんです。そう、今日は早いんです。今日はそう、床の間だよ。今日はTIFFの再現をします。 TIF 再現。そう、リンゴヘア再現。なんかティフ再現って言っても、なんか歌いながら、全部を歌いながら踊るとめっちゃ、あのね、息切れがやばいの。さっき一回通してみたんだけど、もう息切れが半端なくて半端ないから、なんかちょこちょこめっちゃお話をしながら曲と曲の合間にね、お話をしながらやっていきたいと思います。そう、そう、そう、リハーサル済みだよ。リハーサル済みだよ。ちょいちょい MC というか、めちゃめちゃ MC 挟む。そのための2時間。そう、自転車に乗りながら見てる。ありがとうございます。事故らないように気をつけてください。そう、 TIFF のホットステージの最前で星になっちゃってるけど、あれ、スケッチブック持っててくれた？地方から見てこっち側のかな。ありがとう。そう、めっちゃ見えた。ありがとう。さやちゃんさん、はじめまして。あ、そうって、やっぱり、ありがとう。そう、めっちゃ見ちゃった。ありがとう。MC1 時間半くらいって、うん、そんぐらいです。飲み物用意してる、うん、飲み物用意してる。ガチな水筒。でもディズニーだから出せない。なんか今製造してたんだけど、すごい足と足の間に汗をかいちゃう。そう、製造しないとね、映らないんだよね、よく。一人エンジンはしない。でもなんか TIFF の時に5日の方にエンジンをしたら、おーって言ったら、その後すごい声援が聞こえて、あ、このエンジンの声が聞こえてたんだと思ったら、わーってなりました。石田です。そう、お久しぶりです。今日はティフの再現をします。あーれー、あ、めっちゃ暗っ。
こんばんは。最後石田です受けた。そうなんかこそういうふうに言うのことがあるんだよね。こんばんは。落ち着いてますよ。ありがとうございます。お、ティフ行ったわって。ありがとうございます。そう、今日はそのティフを再現します。再現って言ってもあのめっちゃね全然あれなんですけど、歌は全然ない。あ、さっきさっきだ。ヤッホーヤッホーヤッホー。今から再現するのよ。やっほー、さっきー、やっほー。オーバーチャーから STU48 フォー。こっからそう、さっきはね STU のなんて言うんだっけ、 STU の珍しい高一の3人の中の1人。そんな珍しくないか、3人しかいないんですよ。でもそう、そうパッツンだよ。全然言われない。何気に前髪切ったんですよ。何のためにそう高一トリオ少ないですよね。3人って高一、高一めっちゃおりそうな年なのに、高一とか高二とかがいっぱいおりそうなイメージ、なんとなく受験ですって。こっちを活用します。受験です。カラカラさん、はじめまして、よろしくお願いします。なんかここから普通の文字は見えるんですけど、お名前がなかなか見えなくて、だからそう、あとはおちょちゃんです。千穂とさっきとおちょちゃんが高一、岡山と広島だ。今日の髪型すごく美しい。嬉しい、この髪型好評で嬉しいです。なかなか見えない、ここピョンピョンって。後ろの髪がすっきりしちゃったね。そう、すっきりさせたんですよ。なんか新しい壁に向けてもう撮ろうと思って、あと今日踊るし、うん、でも新しい壁の何グッズとか全然まだ買ってないんですよね、うん、だけど一応撮った。チョコミント好きですか？好きですよ、チョコミント。そう、新しい壁、あ、新しく、あ、新しいか、新しくした、こうリンゴのピョンってとこがめっちゃピョンとしてるんやけど。そう、チョコミント歯磨き粉みたいでって、なんかねチョコミント味のさ、あ、ゴゴティのチョコミント味が出たじゃないですか。で東京のティフの時に発見してコンビニで、もう飲むしかねえと思って飲んだんですよ。でめっちゃ美味しくて、そうなんか何気に飲んでるメンバーが多くて、でもなんかミユは飲んだ後の後味がグリーンガムみたいって言ってた。めっちゃ、あ、めっちゃ美味しいですよね。あ、めっちゃ美味しいよあれ、うん、めっちゃ飲んだ。スースーするんて、なんかチョコミントのアイスって感じ。飲んで、あ、チョコミントのアイスって感じです。ナナさんに影響されすぎて、え、これはねチョコミント好きは影響じゃないんですよ、それは言える。今の髪型からリンゴヘア、え、リンゴヘアとこれやろ、一人よ。さあ、こちらは何のために、うん、
チョコとミントならどっちが好き？そうやって2つに分けたらチョコが好きです。そう、ミント、ミントだけは食べたことない。あるのかな。そう、スカートがチョコ色、あ、若干デニム。ミントガムとか噛まないの。私あんまり噛まないですね。ティフの再現って何されるんですか？ティフで踊った曲を踊ります。そう、座った。雰囲気変わったねって、え、変わりました？イエーイ。ここめっちゃモホモホしてる、気にしないでください。なあさん、赤と青のだるま、健一さんハート、北斗さん白スイカと花束、ジェンタロウさん白スイカ、フンジさん青いだるま、鳥取太郎さんバラ、ジェンタロウさんアイス、かっちゃんさんタコ、モーくんさんいいね、キワくんさん緑のやつ、ジェンタロウさんタコ、ありがとう。たこ焼き作れるね。そう、ソロダンス、ソロダンスっていうの、うん、ミニライブです。そうなんすよ、今日は別部屋って、いや同じ部屋です、同じ部屋なんすよ。そう、ウケる。キャラもチョコミントみたいに爽やかで、本当ですか、ありがとう。ありがとうございます。後ろの飾りは、後ろの飾りはなくなってしまいました。ビヨンビヨン。そうなんすよ、7時半からライブを始めようと思います。そう、リンゴヘアって言うんだって。そうそうなんすよ、リンゴヘアって言うらしい、超も最近知った。何曲歌うのって、瀬戸内の声、瀬戸内、あ違う違う違う、会いたかった、瀬戸内、言い訳メイビー、ポニッシュ、12秒、フライングゲット、大食いダイヤモンドです。I want you。 そう、ダンスするから髪結んでるんだって。いや、そういうわけではない。なんとなくこの髪型がしたかった。そう、7曲、この曲たちを5日のティフでやったんですよ。ちゃ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 じゃん。カチューシャないのって、エブリデイカチューシャ、カチューシャはそこにあるけど踊りはしません。うん、そう、ソロコンサート、イエーイ。これちょっと電気あげたら光るんだよ、イエーイ。スクショタイムしよう。あーと、あ、やっぱいらない。
かハートにしたらこれが見えなくなっちゃうんだよね。スクショタイムをしておりました。そう、ミセルのやつこれ可愛いですよね。最近買った、一昨日かな、あ、昨日かな。今日はさすがに連絡入ってないよ。今日はジーパン、後ろ行くと顔が暗くなっちゃうね。そう、めっちゃ最近なんだよこれ。握手会で着ようと思って買ったんだけどね、今日着ちゃった。でも握手会でも着ますそうなんす。あれ、こっち全然コメント、うん、か光がなんか、こっち全然コメント、あ、映った。こっちが動いたのにこっちが全然動いとらんかった、さっき。出ますやん、もう。そう、なんか私握手会これ着るために買おうと思って買った服を基本的にもうショールームとかで着ちゃってるっていう人ですさあ、ちょっとラグがあるね。そうなんす。こんばんは。そう、すぐ着たくなるタイプなんですよ。髪、服大変だよねって。そう、服、先輩方って絶対数えきれないほどの服持ってますよね。大変だ、本当に。そう、靴紐のやつ握手会できる予定ある？ないです。ないですね、それは。お下がりもらうしかって、そう、そういうの憧れます。いつかね、そういう風になれたらなとか思いますね。何着持ってんでしょうねって、うん、本当に。だって握手会がこのぐらいのタイミングであったら絶対めっちゃね、必要ですよね。うん、風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ、こんな思っているのに。そう、ツインテール見てみたい。ツインテール、ツインテール、ツインテール、なんかなんか変な感じ。ツインテール、発音変だった。ツインテール、一昨日ぐらいにした気がする。そう、あ、キャッチフレーズいきましょう。よいしょ。私が瀬戸内っていうので、そしたら皆さん地方って言ってください。イエーイ。それではいきます。はい、瀬戸内地方、
イエーイ。瀬戸内から笑顔届けるけん、広島県出身15歳千穂ちゃんこと石田千穂です。イエ、よろしくお願いします。ガチャーシャー、イエーイ。キャッチフレーズまだしたことないんよね。やばいですよね。劇場始まるまでお預けってなりそう。押してますって、ありがとうございます、ありがたや、ありがたや。 STA で服の交換とかしたら、あ、そうそう、したいんですよ。この前の握手会も私が一着、ん、そう、セッキーと交換しました。いや、セッキーに借りました。で、ミユに猫耳じゃないや、ウサ耳借りたりしましたね。公演よりツアーが先なんかなって、え、ぽいですよね。夏から劇場公演ってね、書いてあったけど、きっと遅くなりそう。ツアーでキャッチとかしたいですね。相棒。いつの間にか。ねえ、劇場船まだだね。横澤、強い、強そう。やっほー、好きになるよ。船どこだろうってね、どこで作ってるんだろう。船で瀬戸内とかもあるのかな。そう、ちょうちゃん耳長い、ちょうじゃないわ。そう、めっちゃ長いんですよ、本当に長いの。ドゥーン。毎日見に来るって、ありがとうございます、待ってます。そう、毎日、はい、アイドル毎日配信をしているので来てくださったら嬉しいです。船作るの手伝いたいぐらいで、そう、みんなで船作るコーナーとか企画とかあったら楽しそう。船の屋根を作るとか、シュール。遠隔さんハート、純太郎さんタコ、いいね。あ、言ったか。ありがとうございます。たこ焼き作れるね。パイレーツ・オブ・カリビアンみたいな船だったらどうする。かっこいい。なんかね、この前お父さんとパイレーツ・オブ言えるようになったね。パイレーツ・オブ・カリビアン見に行ったんですよ。めっちゃ感動した。なんかそう、嫌ね。そう、カルビアン。そうなんですよ、めっちゃ面白くて、そう、見てほしい。カルビアン、パイレッツ、カルビ。そう、カルビアンって言っとったんよ。カルビアン美味しそう。 iPad になってるし、すごって、あ、そうよ、 iPad。 なんか iPad を使うようになって、すんごいショールームの幅が広がりました。そう、
チフォトも始まった。そう、チフォト、チフォトいつ頃しよう。もうちょっと経ってから、あ、曲と曲の合間でします今日のチフォトはね、私の友達も出るどういうことってなるけど、そう、今日の髪型好きやで、イエーイ、嬉しい、好評です。ひゃ、そう、 MC でチフォトします。あ、なんか顔は出さないよ、友達関係みたいな。佐藤さんよろしくお願いします。はじめまして。ハロウィンの日は海賊船風にするかもね。あ、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、それしたいですね。え、いいね風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ。うん、思っている。髪伸ばします。そう、前髪もね伸ばそうか悩んでたんだけど切っちゃいました。髪は伸ばします。お茶飲みます。意味、今日はルイボスです。さあ、あと2分と、ほんまよ、そう、30分になったら TIFF の再現を始めます。でも一曲一曲の間に MC がありゃゆるいですね。ジョーじゃないんかいって、そう、今日はね踊るから熱くなると思って、お茶です、ルイボス。え、お前よ、これお前じゃないよ。風の中で微笑むだけ。え、 MC 楽しみにしないで。 MC はもうここにこうやって座ってお話をするのみ。汗も再現してて、キビーキビー。でもなんか本当に汗すごくて、そう、逃げ水聞いた、めっちゃ聞いてますよ。ミラージュ、そう、なんか今日ね欅坂さんとか乃木坂さんとかのミュージックビデオとか見たり、そう、いろいろしてたの、かっこいいって思った。STU48 MC は再現しないです、曲のみ。さて、そうですね、30分になったので再現を始めたいと思います。イエイイエイイエイ、よいしょ。なんかね顔が暗くなっちゃう、でも気にしない。
くないよ。それでは再現いきます。 STU48 おーでね、おばあちゃん歌えない。じゃん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 、 STU48 いくぞ。会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 君にじゃん。ちっちゃん自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登る、風に膨らんでるシャツも今はもどかしい、ちゃちゃちゃ、やっと気づいた本当の気持ち、正直この道を走れ、好きならば好きだと言おう、ごまかさず素直になろう、好きならば好きだと言おう、胸の内さらけ出そう、会いたかった会いたかった Yes、 会いたかった会いたかった会いたかった Yes、 君にチュッチュン、会いたかったチュン、はい。もばめが来ちゃった。息切れがすごい。会いたかったの息切れはすごい。イエーイ。体力が持つか心配って、そうだから後半に向けて徐々に声がちっちゃくなっていきます。イエーイ。そう、会いたく、地方的に会いたかったが一番息切れするんですよ。そう、君に声小さくなりそうやんけ。そう、動くからかなって。そう、会いたかったはすごいずっとエンドレスにぴょんぴょんしてるから。そうだね、ちょっとコードが音って流しちゃいけないのって。そうなんですよ、そうなんす、音流しちゃいけないんですよ。流せたらめっちゃいいのに。たてたろさんバラ、タイガースさんいいね、火曜日さんハートたくさん、ケンイチさんだるまとハート、のんたさんバラ、タイガースさん未来のやつ、ありがとうございます。それではそろそろ2曲目に行きます。お茶を飲んで。それでは行きます。瀬戸内の声、ちゃんちゃんちゃん、ちゃちゃんちゃんちゃん、ちゃちゃん、ちゃんちゃん、いつもここにいて、ここに来て、君と語
夢は止めどなく溢れてもどかしすぎてゆく青春の日々自分は何を残せるのだろうそばで青い海はどんな時も優しくおらかで淡い日差しの中僕は願いを風に向かって叫ぶ石田でした瀬戸内の声でしたなー小夢ダイヤだと思ったんでねちゃんちゃかちゃんのとこかイエーイさあ2曲チフの曲の順番でやってるんですけどそう瀬戸内の声でした多分ここまでは歌える範囲なんですけどこっからの曲はカス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 になります1曲ずつ瀬戸内挟めばそう瀬戸内の声がバラードであんまり動かないから歌だけに集中できるからねいいですねうんなーみだ落ちるならかさをさせばいい今日のかなまた歌う歌やなって本当にいい歌ですねミュージックビデオとかめっちゃ感動しますね瀬戸内の綺麗な景色のところとかめっちゃ映ってるね、2番の歌詞もいいですよね今日の悲しみは明日おお裏返っちゃった明日には晴れるから人生スペシャルゲストはいないですね今日は。星は遥か彼方ね。デビュー曲も楽しみすぎるって本当に本当に。私的にはデビュー曲はかっこいい曲がいいなって思ったりしております。そうかっこいい曲とか。めっちゃ元気なはっちゃけって感じの曲がしてみたいですということでお茶飲んできまーすでんでんでんあ
そう、かっこいい系の曲とかしてみたいですよね。さあ、それではそろそろ次の曲に行きます。次の曲盛り上がっていきましょう。チュ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 君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも君に君に会いたい。Maybe maybe 好きなのかもしれない。青い空に音なのやけど、3曲目は勇気メイビーでした。イエーイ。そう、メイビーです。メイビーメイビー好きなのかもしれない。青い空には雲が一つも。そう、めっちゃギシギシになっちゃう。ね、振りかわいいですよね、これ。このサビとか、ハート、ハート、トー、トーなんですよ。ハートと縦のハートを作っとんよ。めっちゃかわいい。そう。早く帰ってゆっくり見たいって。そう、お仕事ですかね。お疲れ様です。頑張ってください。今日は何曜日？水曜日か。頑張ってください。マイクの代わりはないの？なんかマイク、いつもはこの赤玉ちゃんでやってるんですけど、これで踊ったらすごいサクサク言っちゃうから、そう、なしでやってます。あ、でも今近くにあるマイクっぽいものといえば筆箱。でも筆箱もなんかガシャガシャいそう。ココアは自転車の空気入れをマイクスタンドにしてたよって。あ、ヘビラテか。なるほど。でも使えるね。そう、メイビーめっちゃ好きなんですよね。口に色を塗ります。
服かわいいってやったー、ちゃ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 、そうなんよ。服の色が合ってるって、そう今日はね、ミニライブショールームでやる自称ミニライブが2回目なんですけど、1回目も STU っぽい服で来たので、今日もなんだか STU の色っぽいので来ました。のんちゃんが見たいって言ってたよ。ありがとうのんちゃん。なんじゃんデレデレしちゃう。あ、お前は白と水色でサイリームカラーで、ありがとうございます。イエイエイ。そう、私のサイリームの色が白と水色なんですよ。今日大人っぽいって、ありがとうございます。バイ。青い空には雲は一つもない。ティフの新衣装可愛かったね。そう、本当にもうめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いです。間近に見えるからティフにいいかも。確かにこんな最前列でもこんな近くないですよね。そう、ピースグリーングリーン。めちゃんこっていう人好きって、ありがとうございます。めちゃんこ、あ、言ってるね。やっぱり STU は青がイメージカラーって。うーん、でも青とか水色系なのかな、今までの衣装の色とかロゴとかを考えると。なんで中腰、普通に立ったらねこうなんだよだから中腰です。今日は立って配信。うん、椅子ここにあったんだけど踊るからポイって捨てて、今はこんな感じ、手振って、イエーイ。歌再開まだって、なんかね考えたの、この調子で続けてたらめっちゃ時間余っちゃうと思って、まあいっか。デビューシングルの衣装も気になるとこだね。変わるか、変わるのか、やばいですね。めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみなんですけど。衣装めっちゃ楽しみですね。やった。さあ、ということで次の曲いきます。お茶飲みます。そう、一曲ごとにお茶飲む。それでは次の曲いきます。あ、映っちゃう。皆さん、行きます。どんな MC やって。チャ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 。より早くシャツの
袖口まくって太陽が近づく気配僕の腕から衣替え青い海波打ち際で君と会いたい私の水しぶきポニーテール揺らしながら風の中君が走る僕が走る砂の上ポニーテール揺らしながら振り向いた君の笑顔僕の夏が始まるじゃあさあ4曲目はポニーテールとシシでした。わーい、イエーイ、ポニッシュポニッシュポニッシュポニーテールの私個人的にメイビーとポニッシュと大声ダイヤモンドとフライングゲットのサビの振りがめっちゃ好きです。ほぼ全部やんっていう。そう、じゃーん、じゃじゃん、ポニシのまゆゆさんが最強で、うん、めちゃめちゃ可愛いですよね。何歳？15歳です。めっちゃ好きな、なんか AKB さんの振りってなんか全部がなんか個性的、一曲一曲がめっちゃ個性的でめっちゃ可愛くないですか。そう、めっちゃ可愛い。君が走る僕が久しぶりに来ましたって、ありがとう、こんばんは。今あの地風の再現をしております。そう、うん、チョーさん踊ってるのレアだ。そう、踊ってる STU、 あ、間違えた、ショールームで踊るのは2回目ですね。確かにそうだね、イエーイ。久々に来たらそれ iPad で、そう、今日 iPad を入れる、 iPad、 そう、この iPad を使うようになってショールームの幅がグーンと広がりました。そう、踊っても息切れしないのすごい。いや、めっちゃ息切れしてますめっちゃ息切れしてるよ。そう、地方の歌歌って、ちほほち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 。そう、なんかこの歌はあの同じメンバーの峰吉ありさちゃんが考えてくれて、でなんか千穂に会うたびにその歌を歌ってくれやったんじゃけど、そう、そしたらだんだんメンバーみんなが歌ってくれるようになって、そう、めっちゃ歌ってくれてるんです。自分で歌うっていうね、確かに確かにそうだね。お、のんちゃんもポニッシュ歌ってくれたって、あ、のんちゃんもシオン普通歌っただけかな、見たかった。久々に来ても基本地方本ペースだって。そう、ティフ再現だけど MC のめっちゃ長いティフです。ポニーテール、ポ
皆さんフォローよろしくお願いします。そう、ここら辺にあるハートを押してもらえたら、そうピンクになります。たつきさん、白スイカ、さゆりさん、バラ、間違えた、だるま、鳥取太郎さん、バラ、バヤってバラ、さゆりさん、ハートチョコさん、いいね、タイガースさん、いいね、としゆきさん、いいね、年次向きの反抗期さん、だるま、ジェンタロウさん、アイス、反抗期さん、ハート、さゆりさん、タコ、ゆきおさん、いいね、ととみちさん、ハート、タイガースさん、いいね、ヤマーさん、ハート、ゆきおさん、アイス、ポールさん、いいね、さゆりさん、花束、としゆきさん、いいね、ポールさん、花束、白スイカ、火曜日さん、ハート、タイガースさん、緑のやつ、ありがとうございます。反抗期さん、だるま、ありがとう、高く作れるね。そう、ありがとうございます。そう、iPad 落とさないでねって、そう本当にそれを気をつけないとならない、気をつけなければならない。そう、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君に。よし、次はそろそろ次の曲に参ります。次の曲は私のショールームでおなじみのあの曲です。いける、いくぞ。チャチャチャン、チャチャチャン、チャン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 、目を閉じてなんていたずら僕言われた。テトラポッドに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする。夏の恋、あ、夏の恋が今始まる。唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。今まで君が守っていたもの、どうすればいいのだろう。僕はただ腕の中に君を受け止めるだけだ。動けないよ、5曲目は12秒でした。わーいゲームめっちゃ良かった、良かったよって、ありがとうございます。そう、めっちゃ楽しかったです。BGM はないのって、そう、なんかショールームでの BGM を流しちゃいけないらしくて、そう、オーマイガー、オーマイガーですよね。今ね、扇風機を何気につけてたんですけど、ちょっと近くしました。そう、BGM をね流しちゃったら
バーン再生します、バーン48の曲もダメなの？そうなんですよ、バーン。なんちゃんとあゆみ終わったねって、あ、8時だ、ほんとだ。てててんてててんてんてん、ここのてんてんがめっちゃ好きテンションおかしいって、そう、なんか楽しくて、瀬戸内の声もダメなので、そう、基本的にどの曲もダメですね。撃たれた人がいるパーンパンパンパン。今日何時まで配信？今日は9時までです。あ、本当だ、このフェンディフォト挟み込んでおきますって。そうですね、この辺で今日のチフォト行きます。この企画はちょっと前に始めたばっかりの私の一日一枚写真を載せるっていうショールームの企画なんですけど、今日の写真は、あ、ロゴ、今日のチフォト今日のチフォト、今日のチフォトはじゃん、このこれがですね、私が結構ティフの時とか、あのアットジャムの時に親友に会えるって言ってたじゃないですか。そう、その親友の名前がミユって言うんですね。そう、ダンシングドールズと風光るフクロウっていうアイドルに所属しているミユちゃんって言うんですけど、その友達が今日送ってくれて、そういう写真です。そう、ずっとね、人を言いたかったの。あ、片脇じゃないそう、だからそれを今日は見せました。イエーイ。そう、ユニバもこの子だったんだよ。という感じのチフォトでした。そう、ずっとずっとオーディション期間中からことあるごとに話をしてきた親友。そうなんです、絵のタッチが千穂ちゃんと似てる。そう、あ、うーちゃんだよ、多分知ってる人いるよね。そう、大大大親友なんだよっていう MC でしたそう、今日のチフォトはそんな感じでした。イエーイ。ということで、そろそろ次の曲に行きたいと思います。よし、お茶。よし、よいしょ。電気が切れちゃった。地方の命。よし、次の曲に行きます。そう、タブレットで、タブレットを活用してる。
そう、普通のあれだけどね、あの勉強机用光。よし、じゃあそろそろ次の曲に行きます。ああ、では次の曲盛り上がっていきましょう。チャラチャ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 。キラキラ容赦ない太陽が強火で照りつけるオンザビーチ、埋もれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の空だね。二人目が合えばなぜかそらすのに、僕をまたすぐ見る君で、もしかしてもしかしてフライゲット、僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライゲット何か言われる前に心の内にいいと感じるままに、好きだからラブだけ、チュチュチュなな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 、6曲目はフライングゲットでした。イエーイ。なな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 。フライゲ。ジョーが。STU に入ってちゃんと踊れるようになりたいって思った曲の中の一つですね、フラゲ。そう、床がメシメシ言ってた。そう、なんかここは床の間なんですよ。そうだからね、メシメシ言う。火曜日さん、バラ、ヤマーさん、いいね、としゆきさん、いいね、タイガースさん、いいね、反抗期さん、黄色のだるま、さゆりさん、バラ、ふんじさん、青いだるま、あと言ったか、ありがとうございます。火曜日さん、バラ、ヤマーさん、いいね、としゆきさんとタイガースさん、いいね、ありがとうございます。そこ2階で、ここは1階です。そう、そうなんすよ。こんばんは。キラキラ容赦ない太陽が強火で照りつけるオンザビーチ、これ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差だね。二人目、そう、そうなんす。ここ和室だよ。そう、石田家唯一の和室です。ここは、こんばんは。そうなんす、そう、そうなんす。これ温度は急上昇、つかないな、今日はそんなに蒸し暑くないからいいね。そう、本当に今日は普通に暑いけど夏だからそこまでの暑さですよね。
そうなんすって流行ってるの、流行ってるというか、あ、自分の中で流行ってます。そう、そうなんすはあのポケモンのロケット団の方にいるポケモンの水色の、そうなんす。そう、湿度高くないねって、あ、そうなんの、湿度が分かんない、でも湿度が低かったら気温が少々高くてもあれなんですよね。そうそう、地方ブーム、最近めっちゃ言うね、そうなんす、そうそうなんす、みんなも使ってください。島根も雨降ってるけど広島降ってないの、あ、チェック入ります。あ、でも降ってなさそう、あっ、びっくりした、降ってなさそう、普通の晴れの夜って感じです。肌に目が生えばなぜか育つのに僕をピカピカニトラン、またすぐ見る君で、もしかしてもしかして来月の僕はいつに気持ち今すぐ見れるかな、そう、モノマネもいけるのね、え、いけてましたかピカチュウいけてた。そう、ゆるゆるティフ再現です。そうなんす、あ、また言ってる、あ、ローラさん、ローラ there? OK、 今日はティフの再現をやってます。最後の一言似てない、なんか普段必ずやるローラでオッケーフフフは似てるんですけど、自分で言っちゃう、そう似てるんですけど、他の言葉が全然できなくて、だから他の言葉はできるようになりたい。うまいやんって、イエーイ、クレヨンしんちゃん、おおい、おれしんのすけだぞ、お姉さん、ねねこお姉さん、そう、ローラさんはフフフで止めないとなんですよね。ラジオぶりに聞いた、あ、た、最近ショールームでローラさんやってなかったですね。そう、そうなんよ、お、うまい、でもみちがもっとうまいかって、そう、みちがめっちゃ上手なんですよ、モノマネは。そう、みちめっちゃ上手、僕は、僕はスタッツ、みんな友達、しんちゃん似てたって、ほほ、僕ミッキー、ミッキーは、ほほほほ、僕ミッキー、ほほミッキーはできなかった。え、スティッチが一番好きだ、本当に、嬉しい、ありがとうございます。スティッチの時の顔が好きで、僕スッツッ、みんな友達。うん、なーなーなー、持ちほとしたよ、ドナルドダック、ドナルドダックってどんなんか分からん、顔は思い浮かぶけど声が分かんないです。知らないけど面白いってありがとうございます。はーい、みーみーのモノマネして、なんかこのモノマネは賛否両論分かれる、門脇みえな14歳、どうですか
なんか前にこれやった時に千穂が話しとる、もろ千穂じゃんって言われたんよ。だからでも確かに似て、みえみえ似てないって、あの似てる、ほら両論ん、そう似てるって言ってくださる方と千穂じゃんって言ってくださる方が真っ二つなんですよ。そうすごいよね。あでも千穂ちゃん嫌なっていうあれが多いですね。うん、セッキーは、え、セッキーのモノマネってむずくないですか。セッキーのモノマネ何がある？あ、全然違う、ダメだ。そう、iPad ケースは買わないのって、そう、なんか買いに行く時がなくて、うん、あとなんか家でしか使わないから別になくてもいいかなとか思い出したりもして、となんかこれを買ってきた時にお父さんがこれを入れる袋みたいなのを買ってきてくれたんだけど、そうケースが良かったな。アリちゃんお願いします。あ、アリちゃんはできる。アリちゃんが、アリちゃんが千穂の方に来る時の真似。千穂。あ、似てない似てないわ似てないわ。なんかこういうトーンで千穂って言いながら来てくれるんですよ。もうめっちゃ可愛い。アリちゃんの声特徴的だけど、なんか真似できない可愛さ。そう。そうなんですよ。アリちゃんは、アリちゃんの声めっちゃ可愛いですよね。なんかすぐ聞いただけでアリちゃんとかミユとかの声って分かりやすいからいいなと思います。ティフの再現おしまいじゃないよ。さ、今は長い MC です。さあ、ティフはモノマネコーナーあったの？ないです。ないです。クーカちゃんは動きのモノマネとかできる？え、クーカちゃんのモノマネできない。でもなんかクーカちゃんがステージとかリハをしている時のクーカちゃんの表情がめっちゃ好きです。めっちゃ可愛い。そう、遠くからでも2人の声は判別できるんで、そう2人の声すごいねいいんですよ。ということでそろそろ次の曲に行きます。じゃあ次の曲いきます。あ、次の曲、そういえば最後の曲です。そう、最後の曲いきます。待って、最初が歌いづらい。じゃん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 チチ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 答えが出てるのに何にためらって見送ったのだろう。僕が僕であるために小どもに素直になろう。
きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ、ずっと大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンドで行こうよ。黙っていちゃそのままさ、恥ずかしくなってないんだ。好きって言葉も最高さ、好きって言葉も最高さ、好きって言葉も最高さ。感情を吐き出して今すぐ素直になれ、イエーイ。最後の曲は大声ダイヤモンドでした。めっちゃえーってきてるからなんかと思ったら、最後の曲って言った時にえーってきたのか。なるほど。そう、めっちゃ好きって言葉の時の好きがめっちゃある。そう、なんか好きだーのとこの俺もがめっちゃ楽しくて、焼肉打ち上げのね、焼肉に行った時にあそこすごかったよねって話したのよ。そう、火曜日さん、だるはバラ、ハヤテさん、青いだるま、反抗期さん、紫のだるま、タイガースさん、いいね、チョコさん、いいね、としゆきさん、いいね、火曜日さん、バラたつきさん、花束、ありがとうございます。あ、アンコールって、イエーイ。じゃあアンコールいきます。お茶飲む。わー。いただきます。君だけ憎
ラテドゥンドゥンヘビラテ、チャラチャ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 、人は誰も、七色さん白スイカ、ヤマーさん花束、七色さん白スイカ、タイガースさんいいね、シーナッチさん花束、としゆきさんいいね、ケンイチさん花束、ととみちさんハート、町立つさん花束と白スイカ、ジュン太郎さん白スイカ、ケンイチさん黄色いだるま、かやびさんバラ、ありがとうございます。イエーイ、楽しかったどうしよう、あと30分、いつも聞いてた、そう、そこが好き、いつも聞いてたフェイバリットソング、あの曲のように、そう、ちょっとここが好き、ずっと繰り返し、そう、だからここができるって知ってめっちゃ嬉しかったの。どうしよう、まったりするへへ一番難しかった曲は、一番難しかった曲は、大声ダイヤモンド、これ一回話した気がする、チャーチャ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 の足を蹴ってフォイのところが、なんかその動作は蹴ってホイはできるけど、全然かっこよく蹴ってホイができなくて、だからそれが難しかった。そう、一旦座ろう。じゃあ椅子を持ってきますね。ずっと繰り返して24時間君だけ、リクエスト中、なんか高さがちょうど足りないのがよー、いて、あ、こうしよう、さあ、あ、お茶飲みます。あ、あ、水筒見せちゃった。ウザとリバーはまだ習ってないって、習ってないです。振りって一回覚えたら忘れないものなんて、基本は忘れないと思われるけど、なんか一曲一曲で全然覚える場所がイベントごとに違くて、私の場合イベントで初披露だった12秒とフライングゲットと大声ダイヤモンド以外の5曲4曲は、あの、全部振りが入ってて踊ったこともあったんですけど、その4曲全部が違うポジションになったから、そう、その4曲も覚え直さなきゃってなったし、だからそう考えると今まで普通に見てたアイドルさんとかはすごい大変なんだなと思いました。16期さんみたいに数時間でウザを覚えろと言われたらみんな大丈夫かなって、あ、ありましたね、ネモーステレビの見ましたね、あんなのがもし STU であったらワオワオってなっちゃいますね。さあ、はい、もうちょー、
ポジション違ってくると難しいよねって。そう、なんか混ざっちゃうし本当に難しい、大変、でも楽しい。確かに48グループの曲数半端ないですね。間に合ってよかったです。お仕事お疲れ様です。1000曲超えてそうって、確かにそのぐらいありそうですよね。でも本当に千穂ちゃんやってみたい曲って何か、何かな、それこそリバーとかビギナーとかウザーとかがやってみたいです。そうへへへへ、そうピオニーの曲ね、めっちゃメンバーも覚えてて、めっちゃ歌ったり踊ったりしてくれるんだよ。ウケるよね。歌かっこいいって、だよね、めっちゃかっこいいですよね。なんか今まで覚えてる曲は元気な感じの曲が多くて、かっこいい系の曲をあまりしたことがないので、めっちゃしたいです。うざうざうざ勝手に、それでも未来へ風は吹いている、頬に感じる命の息吹、エスケープは、エスケープあれだよね、ミユが完コピしてたよね、ショールームで。お、願い事の持ち腐れはどう。なんかね、あの広島で会った善悪の時に先輩方のリハーサルを見させていただいたんですけど、その時にあの願い事の持ち腐れのダンスに圧倒されて、なんかもともとすごいなんかかっこいい部分もあるし可愛い部分もあって、わーおーって感じのだったんだけど、もう生で見て本当に実感して、そう覚えたいなと思いました。アクシデント中も生で見てめっちゃ可愛いってなりました。そう、願い事の持ち腐れ、うん、霧の、うん、先輩はさすがだよねって。本当になんか誰を見てもダンスがすごいキレキレで、すごいかっこよかった。願い事の振り難しいってメンバーさんが言ってたよって。あ、そうなんですね。でもすごいかっこいいですよね。髪なびいてるのが女優みたいだって。イエーイ。そう、扇風機です。ツアー始まったら曲数めっちゃ増えるねって。そうそうなの、全然知らないけどまだ何をするのかとか。そう、アークスに入る、でもいろんな曲を覚えれるのは嬉しいです。また増えたら曲がしたいと思います。受験です、かわいいですね。ゆりこさん、はじめまして、よろしくお願いします。今日はクーラーつけてない。つけてます。そう、絶対暑くなると思って。
ね、だしね。あの日からあなたにラブしよう。どんなに悲しいことがあったって。そう、関東ツアーもやってほしいなって。いつか、よいしょ、いつかやりたいですね。初日とか、あ、初日いいですよね。夢は風の中に少しずつ咲いていく。あ、ほんまよ、命の歌 7時、そう、7時半からだよね。何時まであるんだろう、もう終わっちゃった、1時間とか。そう、ぜひぜひ皆さん見てください。ウケる、なんかすごい STU っぽい、 STU だけど、そうっぽいですか、です。うん、あ、終わったんや。僕の推しは岡山出身のセミロングを後ろでまとめてる子なんだけど、アリサちゃんだよね。え、それおちょちゃんじゃない？アリちゃんは広島出身です。誰だろう、おちょちゃんかな、どうだろう。千穂ちゃん、ゆきりんさんに雰囲気に似とるけん、チーム B 系の歌に合いそう。嬉しい、ありがとうございます。チーム B さんめっちゃ可愛いですよね。守っていたもの、うん、リップ。バラード向きの声だよねって、嬉しい、ありがとうございます。そう、私もバラードの曲とかをよく歌う、カラオケ。たまたま最初に見たショールームが千穂ちゃんだったから、千穂ちゃん推しになって、ありがとうございます。なんかそれもさ、もし最初に見た人が千穂じゃなかったら他のメンバーだったって考えたらすごいですよね。何しよう、あと20分。夜風の仕業とか、夜風の仕業、でもでもの涙。おじちゃんはショートカットだよ。夜風の仕業歌えるようになった。待って、歌詞がちょっとだけ曖昧かもしれない。最初の歌詞を教えてくれたら歌える、多分。どうしてこんなに好きになったんだろう、本気になるつもりはなかった、夜風の仕業。あ、オレンジ色の、待って、やっぱダメだ、サビからしかわかんないから、歌詞を調べよう。
夜風の仕業。オレンジ色の三日月が空の端っこで寝ているみたい。で、うまくないできなかったの、あなたが憎たらしい。ずっと待ってたのに、今日は仕事が忙しいことなんて私にだってわかってるけど、足音が寂しすぎて、ちょっとうろ覚えだ。空き缶の人痛くなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい。今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった。夜風の仕業。めっちゃいい曲、完璧に覚えたいですね。受ける、石田の仕業。石田が2人いるから間違えるって。そう、 STU は石田が2人いるんですよ。それも仲良し。婦人大臣さんハート、反抗期さん緑のだるま、タイガースさんいいね、反抗期さんタコ、婦人大臣さんタコ、純太郎さんアイスタコ、あ、言ったか、たこ焼き作れるね、ありがとうございます。ダブル石田でテモテモ歌ってほしい。そう、そのね、あのコメントをめっちゃいただくんですよ。歌いたい、いつか。テモテモの涙。あと石田3人ぐらい加入しても面白いかも。確かに、あの出席番号で並んだ石田、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 石田ですね。もしそんなに増えたらさ、石田でユニット曲とかしたいですね。続かったは遅い。よっこさん、こばん、はるさん、みどりのだるま、みどりのやつ、婦人大臣さんハート、ありがとうございます。選抜発表の時石田で困る。そう、本当になんか選抜発表の時に石田って最初に石器が呼ばれて、もうどっちどっちどっちって、もうめっちゃ苦しかった。だからそういう時、ああ落ちるかと思った。そういう時はあれですね、うん、野菜わーわーわーシスタース、イエイエイ。下から呼ぶとか受ける。地方石田、南石田。髪もほうれん草、なすびと玉ねぎセロリ、ブロッコリー大根。この座り方もなかなかきつかった。頑張ろう。野菜、トマト、ニンジン。あの前田敦子さんのトマトのあの衣装めっちゃ可愛いですよね。
子持ってくれば、椅子持ってきてるんですけど高さがちょうど悪くて、普通に座ったらあの画面と顔の高さが合わないんですよね。あ、いいこと思いついた。どうだ、あ、最初からこうすればよかったんだ。だったら待って、この座布団を一個敷いたらいい高さになる。何したのって、このこれをかくってちょっとしたの。イエーイ。それはみんな思ってたって。教えてよ。そういえばそうすればよかったわって。ハート踏んだのかな。いや、普通の座布団そう、なんか普通に椅子とか使わず地べた地面でやってた時に、あのこの座布団敷きんさいって言ってお父さんが買ってきてくれたドンキの座布団そう、普通の座布団。どうして何あ、すごい、1万3000人も来てくださってる。ありがとうございます。久々の2時間だからね、嬉しいですね。え、3ヶ月前から比べるとかなり変わったな、自信がついてきたのかなって。確かに。え、だって私のオーディション期間中のショールームとかSTU に合格できて初めてとかぐらいのショールームとかは本当にもう全然素の自分を出せてなかったですね。でも今は素の自分でめっちゃはしゃいでるかなりういしかったよねって。そう、本当にもっと目が寝てたって。おい、そう、でもそうトローンとしてたんですよ。あか抜けたって、嬉しいありがとうございます。最初は緊張してるねって。そう、本当にめっちゃ緊張してた。もう本当に緊張してました。へえ、なんか今日前髪もうちょっと、目は今も寝てるよね。そうですかでもなんか今日はダンスとかしたからめっちゃ起きてる。最初の頃標準語使ってたって。なんか緊張するとあの標準語になっちゃいませんか。今は普通に話してるから広島弁とかたまに出るかも。なんないってあ、怒るって言ったよね。
この配信の髪型いいねって嬉しい。そうなんか一回朝した時に寝癖っぽいって言われて、でちょっともうちょっと髪伸びてもうちょっとできるので待っとこうと思って、でも今日やっぱりしたいなと思って、そうそれでやったんですよ。そうゆるふわですね。久しぶり、本当にすごい久しぶりです。あ、ことあるごとにつけてる。鼻。鼻かん。今日の服に合うね。ゆるふわって髪だよ、髪だよ。鼻かん、風がいいですねって。そう風がね、夏感を出しますよね。夏です。え、嬉しい。白が似合う人っていいね。そう、私白色、白色っていう白の色が好きなんですよね。そう、白かわいいですよね。裸でスクショタイムいいね。じゃあ立ちます。鼻ハート。ハート。よし。明後日幕張楽しみで、超もうめっちゃ楽しみ。明後日か、早い。皆さん楽しみましょう。しょ、あ、55分、あ、56分じゃん。もうじゃあお礼いきます。13位りょうにゃさん、12位ゆずらまるさん、11位きわくんさん、10位くむはさん、19位ゆきおさん、8位けんいちさん、7位ととみちさん、6位じゅんたろうさん、5位としゆきさん、5位ねじむきの反抗期さん、3位タイガースさん、2位まちたつさん、そして第1位はよいしょ、第1位はスーちゃん、火曜日さん、イエーイ、ありがとうございます。
感謝の極み。ありがとう。なんか前髪が重い気がする。ありがとう。それでは名前呼んでいきます。じゃん。ベッキンさん、ナーさん、ピグマンさん、アジャマルさん、カープ男子さん、ダテチンダスさん、ネータさん、ロバ隊長さん、フェザースターさん、ヒロくんさん、ナマケモノさん、ウサさん、マッサンさん、タクマさん、マサミンさん、ドクター HR さん、タツキさん、オヤジーさん、ゼロさん、シーナッチさん、ルイージさん、プーさん、コモダさん、コーマダ、コーマダさんって、コモダさん、コーマさん、ドンちゃんさん、モトタカさん、グレートマンさん、ハイズさん、ヒデさん、ミキオ先生さん、トニさん、ヒロロンさん、ナオさん、ベイキンさん、ヤマトゥーさん、もうちょっとここら辺に、トモテンさん、ハルさん、チーさん、宮城のタカさん、たこ焼きさん、ノンタさん、ヘケラッチョさん、ボイストレーナーさん、にゃんこ先生さん、七色さん、チョコさん、風神雷神さん、枝豆さん、タンタンタヌキさん、マーチンさん、トッチさん、ハテナさん、ジュンさん、フンジさん、ナオテルさん、マサヒロさん、ワッキーさん、アイウェオさん、ハッパさん、ヘラチョンペさん、ヒロキさん、元軍曹さん、ミーワさん、テンプターさん、アポアポさん、シーナッチさん、タクマさん、カグラさん、スチュアートさん、ヒロミチさん。よし、次はコメントを読んでいきます。サルメタルさん、ポップコーンさん、あと何秒かだ。スチュアートさん、山口ピンタロウさん、ユーマさん、タイガースさん、スシュさん、アドルさん、テトラポットおじさんさん、ヤマちゃんさん、キューチルさん、シプージンダイさん、ハルさん、スローカーブさん、よし、クノケンさん、ヨッシーさん、マーチンさん、火曜日さん、大阪の酒井さん、ユウさん、ナル先輩さん、ハッパさん、よし、皆さんありがとうございました。今日めっちゃ楽しかったです。これからもまた何曲か覚えたらライブみたいなことをしたいと思うので、またよろしくお願いします。 3,2,1 バイバイ。おやすみなさい。明日は7時半からです。フォローお願いします。